つかそうと、やめろお前喋るやつに住む人の名を怪我してしまってすいませんでした。ハゲとるやつ関係ない。どうも、海作です。さあ、今日なんですけども、彼が来ます。はい、彼が来ますよ。彼、いや、彼見したですよ。彼見した堤下なんですか。そうなんですよ。もう、よう僕もコメント欄よく見ると言うんですけども、はい、やっぱり堤下さんを呼んでほしいっていう声がすごいんですよ。なんやったら最近、もう堤下が出ないんだったら登録解除するぞっていう人まで現れてきてるんですよ。僕の中で彼はもう準レギュラーですから。多分最多出場だと思うんですけども。何回ですか ?4 回もう多分今回で4回目、最多ですね。そうっすよね。おそらく。はい、でそれで、もうちょっとこれ読みたいなと思ってちょっと連絡させてもらったら、もう快く「いいよ出るよ」って言ってくれたった。わあ、これはありがたい話ですよ。ありがたいですね。さあ、まあというわけでね、本日まあ金見下さん来るんですけども、金見下さん、ああ間違えた、堤下さんだ、堤下さんが来るんですけども、まあ今までいろんなことやってきました。で今回ちょっと僕やりたいことがありまして、はい、あのクイズをちょっと、クイズ大会をやろうかなと思って。ほう。うん。まあ、内容はね、ちょっとご本人が来てからちょっとじっくり説明したいなと思いますんで、はい、面白い動画になると思います。はい、よろしくお願いします。ですよか、俺は。なあ。確かに、そういや、ですよさんも結構出てる。ですよ、めちゃくちゃ出てるだろ。確かに、確かに出てる。何がちょくちょく出てるけど。やっぱりもう、つつみしゃさんが準レギュラーみたいな。いや、だから、だったら、もう、一週間前に声かけないと。昨夜ってなんだろう。俺、飲み屋か、俺は。なあ、明日何か予約取れるみたいな感じになってんぞ。いや、確かに暇ですよ。ああ、その、あっちに投げましょう、ね、僕。で、僕、そう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 。今年入ってから初登場だ。いや、そうなんだけど、年明けにカジサック、うん、呼ばれるとろくなことないですよ。え、なんでなんすか。言われるわけですよ、いろんな人から。カジサック、はいはい、カジサックいつ出るんですかって。わ、ありがたいじゃないですか。いや、ありがたいよ、嬉しいことなんだけど、なんかこれカジサックに出てる堤下みたいになっちゃうんですよ。なるほどね、EXILE のアズシみたいな。いや、どういうことなんだよ。なるほどじゃねえよ、何咀嚼したらなるほどになったんだよ。インパルスの堤下さんなのに、今なんかちょっとカジサックの堤下みたいな。そうそうそう、去年のその年末ぐらいに僕ショールームチャンネルも立ち上げたんですよ。それもカジサックいつんですか、カジサックでいつ出るんですか。ああ、ありがたいですね。そうそう、今最近堤下さんが結構頑張ってね、まあ、まあショールーム生配信のねさんをやってるってことなんで、やってるんだけど、カジサックを呼べ、カジサックを呼べって。あ、全然いきますよ僕。いやいや、生配信に向いてないだろカジサック、ふざけるから。今言ったショールームなんですけど、 あの概要欄にその URL 貼ってるんで、 ありがとうございます。ぜひぜひ、はい、皆さんフォローしてってください。フォローしてください。じゃあだから約束してくんだよ、このオープニングで。何ですか。俺を呼んでくれるの嬉しい、うん、それありがたいんだけども、うんうん、1週間前まず言うのはね。ああ、いやー、スケジュール嫌ですね。長男坊かお前。まあこれわがままなんですけど、堤下さんってなんか前日連絡した。1週間前にこう連絡しちゃったら、言うて堤下さんも若干構えるじゃないですか。まあ僕はそういうタイプだね。その考えちゃうんですよ。考えちゃう、まあ、あくまでも即興なんで、あれは。まあまあそうですね。今日なんかもう何の打ち合わせもしてない。俺何やるかも知らないし。知らないでしょ。どうせあれだろ、またお前ボケんだろ今。なんかあんだろお前。見てるんだよ毎回。お前司会俺の司会を減らすのって言ったろお前。いやー、だこんなことずっとやれんだろ、どうせ今日も。違うんですよ。何も聞いてねえよ俺。違うんですよ実は、はい、今回ちょっと趣向を変えました。何でしょうか。クイズをちょっと作らせていただいたんですけど。クイズなんか見たい。だって番組テレビでいっぱいあるぞ、クイズ番組なんて。そんな、だから僕はテレビではやらないであろうクイズを作りました。題して、クイズ何々見した何々しー第1回ですわ。いやいやいや、もう、はい、タイトル聞いて楽しくなさそう。すみません、結構こうチャンネル出ていただいてる中で、一番コメントで多いのが、やっぱり遊びでよくやってるじゃないですか、何々見したって。例えばよく僕らの、僕のチャンネルでやってるのは、演じ見した言って、で、かけしとか言うて、そういうのがすごい皆さんお好きなんですって。あ、だからさっきの話に戻るけど、ショールーム多いよ。何々見した、何々しよう、やたらやらせたがんの。あ、やっぱそうだ、だからみんな好きなんでしょ。そうそうそう、だから好きっていうか、そう言いたいみたい。他なんかで言うたら、ハゲ見したとか、うん、ね、ごめんなさいね、思ってないですよ、うん、ハゲてるなんて。いや、思ってるから、どう考えても。思ってなかったら出てこないよ、人は。人は思うから言葉になるんだよ。何でしたっけ、ハゲ見した何でしたっけ。いや、見せたくないし。俺はだぞ。お前は見せしの方だけど、俺は見せたくないしの方だな。クイズだったとしたら、僕はハゲ見したって言います。はい、で、ツッツンは今言うたのが、見せたくないし。これ、正解です。どういうことですか。
全員取り残されてるけども今見てる人もどういうこと、何が正解なの、違う違う違う、あの正解言おうか、堤下敦なの正解は。だから何を言いたいかと言いますと、はい、もうこれは僕があの出題者なんで、はあ、僕が正解不正解を決めます。何々ミスタって言います、はいはい、で堤下さんは何々しで答えてください。今見てるじゃあハゲミスタって言うとハゲたくないし、はい、正解みたいなみたいなことです。あ、はいはいはい、例えばそこで僕がハゲミスタって言った時に、うん、堤下さんがつるしみたいなことつるしって言ったらもう残念ってなります。正解は見せたくないしでしたっていうことになりますね。あの企画意図は理解はできたんだけど、はいはいはい、全然飲み込めないよ雑味とえぐみがすごいからあんまり俺飲み込めないけどとにかくやっていけばいいのね、それを。いや、これやりたい、本当にやりたい。世界にも配信してますし、はい、あ、まあ、いや、わかるの、もう地球で堤下っていう名前の人結構いるわけでしょ。まあ、俺が調べた限りだと、はい、日本だと87件ぐらいしか、え、そんだけしかいないの。少ないですよ。血が繋がってない堤下に会ったの3人しかいないですよ。ライブに来てくれて俺の、あ、じゃあこれ今思いついちゃったわ、その87人に会いに行く企画やりましょうか。そういうことだよ。堤下集めてみました。やっぱ太ってるんですか、やっぱり。いや、それがね、うん、みんなシュッとしてるね。嘘だ。いや、ほんとほんと俺だけなんだよ、だって髪もある、髪もあるよ、髪もなんかあるだろ今俺ら。ちょっとそれも別でまた企画考えますわ。優劣準レギュラーなんで。まあ、まあ、いつだよ。なあ、あっこにおまかせ方式か、お前。一回目から準レギュラーって、おかしいだろ、もうこれ。準レギュラーなのね、俺は。ちょっと考えていきたい。で、思ってていいのね。全然 OK です。もう全然 OK。準レギュラーとして行ってるってことでいいのね、はい、俺は。わかりました。その間連絡は前日。安武君とかいるんだから。会います、安武さん。はい、安武君の LINE 知らないの、俺、未だに。いや、そこはあえて。なんでこっちから連絡したら早えだろ。なんでお前からの直伝なんだよ、いつも。急に。じゃあやっていくよ。分かった、だからそれをやればいいの。俺は何しで当てたらいいのな。そういうことです。分かりました、これ。全問正解目指して頑張ってください。まあ、それは目指しますね。言うてね、結構僕も難しいの出してきたんで、今回。あ、そうなの？なかなか厳しいかもしれませんが、いや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 、ちょっと頑張っていただきたいな。わかりました。夜でもプロですから。はい。堤下のプロでしょ。堤下のプロだな、俺41年で堤下やってるから。そうですよね。まあ、それはそうです。そうですよね。それはもうすぐ答えればいいの？すぐです。3秒以内に。答えていただきたい。何々にしたって言われたら、はい、何々しみたいな。あ、もうそういうことですね。言われ慣れてもいるから、俺漢字なんだけど、もう15年言われてるわけだから、そうですね。そもそも俺が羽田の扉っていう番組でやってたんですよね。うん、サンタミシタクロース、ね、クロース氏もありましたよ。あとエメミシタ、うん、ラルド氏。エメラルドってだけでエメミシタってなんだよ。じゃあやっていきましょうか。お願いします。とはいえ何も言わずに言ってもよくわからないんで、そそちょっとまあヒント。ヒントを出してくれるの？そうですね。わかるわかる。はい。ではまずいきます。第1問いきます。堤下さんは結構使うと思います。使う、結構堤下さんが使うもの。はいはいはい、わかりました。いきます。はい。ウェットミシタ。ウェットミシタ。ティッシュ。ティッシュ。正解正解。待ってください。今1問目答えてみたけど、はい、嬉しくもなんともないよ。ティッシュシーとか言ってたけど、俺も一生懸命考えて、こういうことなの。こういうことです。ウェットミシタ、ティッシュシー。ウェットティッシュでしょ。そういうことです。それは分かりました今。まあウェットティッシュって、まあ、こういうことね。そういうことなんですよ。じゃあ一問正解。一問正解でございます。あんま嬉しくない。素晴らしい。いや素晴らしい。本当ですか。はい。これでいくの、ずっとこれでいきます。楽しいか見てるやつ。まあいいよ今の感じな。いきます。 OK 分かりました。ヒントは映画です。映画。堤下さん結構映画好きじゃないですか。映画まあよく見ますよ、はい、まあまあ有名な映画でやりたい。ヒット作ってことね。ヒット作。はい、わかりました。テンポで答えていただきたい。すぐね。もうこれすぐで言ってもわかりました。はい、いきますね。第2問。はい。世界の中心で愛を叫びした。ブッシュ。ヒントっていうか長すぎるわ。しかも一文字しか残ってないし、世界の中心で愛を叫ぶブッシュが残ってない。これはクイズとして適当じゃないと思うよ。これ世界の中心で愛を叫ぶみたいに言っちゃってんだ。お見事、お見事。新しい、だから、はい、まあまあそういうことね。まあ2連続正解。世界の中心で愛を叫びしたブッシュ。あー、はい、いいね。分かった分かった。ヒントはですね、はい、歌詞です。歌詞、歌の歌詞。歌の歌詞です。俺は知ってる感じ。堤下さんは絶対知ってます。通ってる世代。はい、世代ですけど、はいはいはい、もう問題はすぐに出てくるかどうか。とはいえ3秒、はい、この問題も3秒ルール撤廃します。え、撤廃？すぐ答えていただきたい。すぐ？はい、すぐ系です。いや出ないぞすぐは。俺もうでも堤下さんも大体分かってるでしょ。この業界も長いですから。長いです。同じような問題は出すわけない。まあそりゃそうだ。だから武士とか出しとか御士とかない。ない。御士って何なんですか。歌詞ですよ。歌詞ね。わかりました。テンポよくお願いします。はい、いきます。もう聞かないとね。第3問。盗んだバイクで見した。はじめだすし。正解。
ないっすね。これ恥ずかしいよ。俺当ててんの恥ずかしいよ。盗んだバイクで、あ、なんだ、15の、15子もあるしとか、15子おかしいなとか。15子あるし。いや、そう、15子もあるし。盗んだバイクで走り出すし、正解ですよ。盗んだバイクで走り出すはもう、入ってるから。あ、そうか。ファンだから俺。そう、好きでしょ。あ、大好きです。なるほど。素晴らしい、今のところパーフェクトできてますね。正直、今までのクイズって、まあ、そうでしょって多分視聴者さんも思ってる。まあ、わかりやすか。クイズ番組なんで、どん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 難しくなってきます。そろそろ本当に。待てよ、勘違いすんな。なんだクイズ番組って。お前のチャンネルだよ、ただの。お前クイズチャンネルみたいな。クイズチャンネルなんて、ね、見たことね、YouTube で。これもし評判良かったら、それ用のチャンネル僕解説しよう。クイズチャンネルヒントはこれは出せません。え、分かりやすいです。すごく分かりやすいけど、ちょっと難しいなっていう、いい感じのクイズを用意します。第4問、キングミシタ、コンコムシ、コムシ、残念。何が残念なんだよ。キングコングだよ。残念。いやいや、違う違う、悔しさがまだにじみ出ねえんだよ。何が間違い、キングミシタ、コングシだ、キングコング。違うんですよ。正解はオブコントシ。どういうこと。キングオブコントの方おかしいじゃん。オブコントシってキングオブミシタだったらコントシ出てくる。キングミシタにしたらコングシ以外ないだろ。それはお前出題の方が悪い。今キングオブミシタだろ普通。いや、それだと簡単じゃないですか。だからやっぱ言うて4問目なんでちょっと難しくしたかったんですよ。インパルスといえばコントじゃないですか。まあだからキングオブコントもね、過去にも決勝まで行ってますし、まあ、2年連続決勝も行かせてくれる。そうなんですよ。それで言うたらカジサック愛が強すぎたんちゃうかっていう話ですよ。キングコングに寄せすぎたと。寄せすぎですよ。そんな僕自分の問題なんか出しまへんよ。でもお前オブコントシって言えるか。オブコントシって言えるやついるかお前。うわー、これパーフェクトならずやな。オブコントシってお前言われたことねえ。そうですね。なんでオブコントシって。わかりました。キラキラネームにも程があるだろう。これヒントはですね、なしですね、これも。え、堤下さんの頭の回転力さえあれば、僕はすぐ出てくると思うんですよ。僕、つめさん信用してるんで、はい、もう1秒以内に答えて。1秒以内って何なの？考えてほしくない。いけると思います。本当に？お願いします。はいはいはい。冷静になって。落ち着いた方がいいですね。はい。まあ、強いて言うなら日本かな、ヒント。日本？日本。第5問。今年のエトミシタ。イロシシ！正解！なんだよ、これ。なんだよ。俺恥ずかしいよ、自分でイノシシって言ってたのが恥ずかしいよ俺。前向きになってる自分が恥ずかしいよ俺。でもすごない？そうだ、年変わったしっていうのはありましたよ、それは。年変わったし、年変わったし。去年のエトミシタ、イノシシ。あなたのエトミシタ、ミシヘビシ。すごい、正解。正解なのこれ。正解です。いや、まあまあ今のはでもあれミシタですよ。あの、あれミシタって。今のおもろいわ。何なんで今自分でアレミしたんですか。今のはアレミしたんですよ。何、ごめんなさい、この企画に前のめりになっちゃった。あ、鼻を言ったらごめんなさい、ごめんなさい、前のめりになっちゃった。ヒントちょっとごめんなさい、出せないっすね。即答じゃなくてもいいです。考えてもいい。考えてもいい。その回も3秒では答えていた。ああ、まあ3秒以内でってことね。イコール、どういう言いたいか分かるでしょ、はい、いろんなパターンがあるんですよ。ああ、広い。これ。幅が広いやつね。幅が広いやつです。キングミシタ、オブコントシみたいなことですわ。そういうことね。はい。じゃあ、もうちょっと時間くれたら。いきます。はい、お願いします。第6問。はい。早見下。早見下。足し！残念！何が残念なの？足早いってことなんじゃないの？早見下はアシシでしょ。惜しい。惜しくないか。惜しくない。ごめん。惜しくない。足早いとかそういうことじゃないの？そっちじゃなかったんですよ。なんそっちで取っちゃった。いや、それぞれ絶対。早見下したら足ぐらいしかない。早い。違うんすよー。何？モコミシ。なんだよ。せめてじゃあオリーブ見したりしてくれ、お前。オリーブ見したモコミシだったら言えるよ。オリーブ見したモコミシとか出てけへんって。いや、オリーブ使うじゃん。それやったらオイルシや。わかんねえし、悔しくもねえわ、今のは。なんか、モコミシはもう負けでいいよ、俺。残念でした。いや、まあまあ、しゃあないですよ。簡単なのにしてほしい。ヒントはね、難しいな。これもまあ、日本かな。日本。日本です。はい、日本で。すごいよ、ヒントは日本って。去年の話です。話？去年。2018年の話。2018年の、日本のある言葉。ただですよ、今回の問題も即答でお願いします。
わ、わかりました、わかりました。これもう1秒オーバーした時点でもうアウト、アウト。1秒しかくんないクイズなんてある？見たことあるの？クイズ番組。それが新感覚クイズ。ああ、そういうこと。新感覚クイズバラエティって言うだろ、お前。第7問、はい。2018年流行語見した。そうだねーし。そうだねーしか出てこなかった。大正解。いいのね。さすがですねー。そう、カーリングも見てたし、うん、そう、そうだねーも可愛かったし、うんうんうん、あれですけれども、はい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 、その2018年流行語見したってよくお前思いついたね。当たってんのこれ。当たってます。当たってます。第8問はですね、長えな、もう8問もやってたんだこれ。よく1対1でクイズ8問もやんなことな。見ててあげてかこれ。ね、これヒントもこれまたちょっとなし系ですかね。ヒントなし。でもあの、うん、絶対に聞いたことあるフレーズなんで。ああ、いや、それならまあ僕だと余裕で聞いてるでしょ。絶対聞いた、余裕で聞いたことあるね、はい、ああ、オッケーオッケー。落ち着いてください、ね、落ち着いてます、はい、落ち着いてくださいねって、お前興奮してるか俺。さっきからずっとそれ言ってるけど、落ち着いてくださいねみたいな。いや、まあ、クイズの MC 分じゃねえよ。そう、当てたくなってきた。もうさっきからだいぶ当てたいよ。そう、これがクイズ何々見した、何々しなんす。俺イノシシあたりでもう当てる気満々だよ。あそこからエッジがかかってんの。第8問、はい、ロードオブミスター。メジャーし、残念。なんでだよ、ロードオブメジャーしかないだろ。あ、なんでお前そんな落ち込むの、お前が。あ、お前が落ちて泣く理由が出たから。それやっていいの俺なんだけど。こっち行ったか。ロードオブメジャーさんでしょ。ですよね。俺らのその聞いたことある言葉って言ったら、やっぱツッツンさんはあれですよね、やっぱ音楽好きだから。音楽好きっす。やっぱそっち行っちゃったか。違うんですよ。何ですか。ザリングシお前ザ好きなのかお前。キングミスターオブコントしたか、お前ロードミスターザリングシって何なの。言って欲しかったな。ダメだった、残念。いや、ロードオブザリング、ロードオブザリングの方でしたね。出てこないよ。確かに俺もそっちに行かなかったことは悪いと思うよ。悔しいよ。謝ってください、ちゃんと。何をだよ。全国の堤下さんですよ。ああ、そうか。不正解してすみませんって。全国の堤下さん、あの、僕がザリングと答えられなくて堤下の名を怪我してしまって、すみませんでした。ハゲ取るやないか。関係ねえだろ。俺別にハゲ見せてるわけじゃねえだろ今。関係ねえだろハゲは。これヒントね、これもね、まあ、わかると思うねんな。まあ、これも日本です。日本といえばみたいな。季節の行事。あー、ここに行っちゃった。春、夏、秋、冬の季節の行事みたいなことね。そういうこと。あ、いい。あー、もうここまで行ったらもう行けますわ、これ。これはすぐに答えていただきたい。わかりました。本気で。集中してください。集中はしてんだけどね、ずっとね。はい、なんでお前がその感じかよくわかんないから、ね。それにイライラしてるだけ。それ以外は全然イライラしてない。なんでお前がその俺を落ち着かそうと。やめろお前、喋るやつに。喋るやつにやっぱキュッてやるんじゃねえよ。こうなってしまって、こうやってめっちゃ喋るのになっちゃうから、もう。スキャットマッチョだろ。すーごい帰ってくるね。いや、違う違う、お前がこうガッてやるからだ、俺の唇に対して。さあ、どういうね。なんで冷静にするんだ。それではいきます。はい。第9問。待てますよ。お花見した。ビオリッシュ、残念。なんでだよ。違うよ、惜しいよ。いや、お花見は美容だろ。違います。なんだよ答え。下見し。季節の行事の手前言うんじゃねえ。その行為を言ってくれよ。美容師もある意味正解なんですけど。ある意味とか正解だよ。ある意味とかじゃなくて正解、お花見日和だろ。昔思い出してよ、我々若手芸人の時に先輩芸人さんに言われましたよ。まあね、まあ、ね、ちょっと下見しといてみたいな。その時は僕は思い出してほしかった。なんと、ラスト問題になります。ラスト問題、これヒントじゃあ出します。音楽です。音楽、はい、あ、いいですね。そしてラストなので、ちょっと一個乗っけたいと思います。モノマネで返してください。モノマネなんか俺できないもん。大丈夫大丈夫、もう付き合い長いですよね、僕。いや、長いですよ、それ。あなたができるモノマネ。あ、できるであろうモノマネにしてくれてるのね。はい、はい、はいはいはい。で、即答でお願いします。で、何々しって答えればいいのね。そういうことです。モノマネでお願いします。モノマネ、はい、自分信じて。いやいや、できるから。なんだお前、化粧品かお前。いきますよ。いいっすよ。モノマネで返してください。モノマネな、はい、待って、俺もう最後は本当正解して。いや、なんモノマネができないの。いきます。愛しのミスター、ヘアリーシュ、My love し、そし、愛しのミスターはエリーだろ。俺のできるの小田健介さんぐらいだろ俺。エリーシュ、My love し、そしししだろ。ししって。いや、しが来ないとだって。残念。
何が残念なの。エリー氏だけでよかった。マイラブ氏とかソー氏とかいらないです。残念。もう最後はエリー氏だけですやんか。そこはタイトルだったらね。はい、タイトルですよ。愛しのエリーで氏でよかったのね、はい、そういうことですよ。分かんねえわそれ。結果10問中5問よく当たったら半分俺。そうなんですよ。逆にすごいなというか、まあでも僕的にはもっとちょっと正解していただきたかったなって。まあ7、8割は行きたかったっす。エリー氏は当たってんじゃん。俺らのエリー氏でもう。いやでも若干あんた気持ちよくなってマイラブ氏ソー氏氏ソースイートって何飲んで。ソースイート。ソースイート。ソースイートはあるんだけど、だからソースイートのところソースイシシッ。もし評判良かったら第2回第3回と、もう僕あわよくばいつかね、これ僕の夢言っていいですか。はい、どうぞ。地上波でやりたいです。違う違う。どの時間帯でやるんだよ。俺この丸丸見したら丸丸しって言って見ねえよ誰も。朝。朝重いよ。朝とんかつ食って出勤するみたいな感じになる。いやでもね、ほんまに、まあ、10問出して5問正解したの僕素晴らしいと思いますよ。さすが本家。まあ本家っていうことじゃないけどね。本当にさすが本家だと思いますよ。いやそしたらもっと人集めてくれよ、一般の人。じゃあそのクイズどういうことですか。いや一般の人集めてそのクイズやってくれよ。俺がやるよりは何が巨頭なんだよ。分かりやすいだろ今。何が今日と思うんだって今ので。いやちょっとじゃあ考えますよほんまに。いやまあ、今のはありがたいからちょっと企画会議またやってちょっとやればいいじゃん。ということでね、10問中5問正解ということで、まあ半分だもんね。本当に素晴らしかったです。ありがとうございます、はい、どうぞどうぞ。ちょっと最後に、はい、今のお気持ちは。そうですね、シェイクラベベシェイクラベベ。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。